みんな奥もらえたら嬉しいでしょうって思うでしょ。ところがさ、あなたの中にね、実は本当に奥を遠ざけているあなたがいるんですよってことなんですよ。本当に奥は用意されてるんですよ、全員にね。もうちょっと量子力学的な話から解説をさせていただくと、奥が欲しいって一回でも思ったことがあるよっていう方、その方の願い事は全部宇宙工場には届いてるってことなんですよ。ちゃんとさ、発注したらば必ず届けられるんですよ。その仕組みはもう宇宙にはあるよってことなんですよ。あなたの中で、いや奥なんて私には無理って思ったことがあるよっていう方、これ隠れ傲慢ってことなんですよ。自己評価の低さっていうのがあなたの無意識に奥を遠ざける傲慢ちゃんなんですよ。実はさ、あなたはあなたという人生の神様なんですよ。創造主だけど、そのあなた自身が自分のことを疑ってしまうっていうことは神の冒涜っていうことなわけですよ。あなたが感謝を忘れた時に傲慢さって出てくる。あなたが自分の人生の創造主で、あなたがあなたの人生を作っているっていうことを本当に思い出していただき、あなたがこの地球に生まれてくる前までにどれだけの人があなたのご先祖様としてバトンをつなぎ、そしてあなたを生かし続けるためにどれだけのご先祖様たちの応援が入り、どれだけの地球の命ちゃんたちを譲っていただき、どれだけあなたがいろんな人の見えない努力の上にこの毎日の生活をさせていただいているんだ、それだからこそあなたという創造主が、あなたという本当に貴重な命をこの地球上で人生という形で体験させていただいているっていうことを本当の意味で理解してしまったとしたらば、ご先祖様を疑う、自分を疑うっていうことが傲慢以外の何者でもない。宇宙があなたに奥をくれていないんじゃなくって、あなたが宇宙と同じ周波数になってないからあなたは疑ってるやんってことなの、宇宙のことを。でも違うのよ、逆なの。宇宙はずっと奥を、ご先祖様たちは皆さんをずっと応援してくれてるんですよ。受け取りミスなだけだから、あなた奥を受け取る準備ができていないんだよっちゅうことなんであって、あなたは宇宙を疑っているんだったら、そりゃあなたは感謝足りねえんだよ本当に私たちってとんでもないご先祖様、先人の人たちの努力のもと、私たちは今このありがたい生活を継続することができてるわけじゃないですか。とんでもない、もう引き寄せをさせていただいている、もうとんでもない奇跡を私たちって生かさせていただいているんじゃない。それが分かったとしたらば、もう私のところに願った奇跡はたくさん起こさせていただいていたわ。人間ってほんと面白くって、感情の高層ビルの中で住んでるんですよ。全部エレベーターは確定なんですよ。一つのフロアにしかエレベーターって止まれないってことなんですよ。この感情高層ビルの中の高層階の感謝フロアにエレベーターを定住させることができ、今感謝してる時にさ、疑いってありますか？人間って感謝をしてる時に疑えないんですよ。だからあなたが感謝をし続けていたとしたらば、あなたが傲慢になることがありえないってことなんですよ。もっとさらに当たり前をゼロに、自分に真羅万象に感謝してあげてくださいってことなんですよ。人間って生まれてこの方努力し続けてるってわかります？そのあなた自身が自分自身のことを感謝していないから、だけど人間みんな認められたい欲求があるから、うまいことあなたを褒めてあなたを騙してしまうっていう、そこに自分自身を持ってってしまっていた。自分が本当にやりたいこと、自分を一番輝かせる道、自分に一番奥が用意されている道から自分で自分を遠ざけてしまうっていうことなんです。だから
無意識の傲慢になるしかなかったってことなんですよ。だからこそあなたのことを徹底的に当たり前をゼロにして、全部あなたが頑張っていること、頑張ってきたこと感謝してあげたとすると、やっとそこで他人によって認められるという、どんどん他人の土俵に連れて行かれてしまって、自分らしい相撲が全然できないからこそ、自分の本来の自分自身になれないから苦しい人生を歩むというところから、要は魂の奥底から幸せって言える人生じゃないところから生きることになってしまうのを、なんとたった一つ自分自身という人生の創造主を自分で無条件に愛し抜き、許し抜き、認め抜き、感謝を死ぬほどしてあげたとすると、いやーよく生まれてきてくれたね、いやーよく呼吸してくれてるね、いやーよく歩けるようになってくれたね、よく喋れるようになってくれたね、赤ちゃんが何にもできなかったところからできるようになった時に褒めるやろ、そのレベルで自分自身を一褒めてほしいんですよ。あなたは幸いなことに24時間あなたの人生の一番の神様とずっと一緒にいられるんですから、その神様を一番大切に VIP として接待してあげてください。あなたが一番あなたを死ぬほど感謝してあげてください。自分で自分のことを承認し、認め、分かってあげて、感謝してあげたら、愛してあげたとしたら、そこで初めてあなたの中に人に認められたいっていう気持ちが、一番埋まらなくて埋まらなくて埋まらなくて他人の笑顔で埋めたいって思っていた、だからみんなが喜んでくれるものは何だろうって探していた、そうやって無意識に奥を遠ざけてしまう、人に喜ばれることばかりをついやってしまい、本当に自分が喜ぶ生き方を遠ざけ、だから奥を遠ざけ、奥を引き寄せられない自分自身を今日から終了させることができるんですよということです。自分に感謝がないから他人の笑顔に依存しちゃう、他人の褒め言葉に依存しちゃう、他人の喜ぶことでズルズルズルって引きずられる人生ではなくって、自分も神様だし、お相手も神様、自分の子供も神様だから、一人一人が共依存のない自分というのを生き抜くことができ、もう疑うような傲慢さもあなたから完全に消えていくことができるんですよ。そうすればあなたにも価値があり、周りにも価値があり、そしてこうやって自分に本当に当たり前ゼロ感謝にしたらば、自分の中に無限の豊かさが感じられ、あなたが無限の豊かさ、こんなに豊かじゃんっていうことが、こんなに奇跡生かさせてもらってるんだからになったらば、あなたの中に疑いの余地もなくなるから、だからこそ宇宙がずっと用意してくださっている宇宙の周波数と自分が一緒になったからこそ、ここからあなたは宇宙からのひらめきを受けて、ここに宇宙は私の奥を用意してくださっていたんだっていうことをひらめいて、どんどん受け取れるようになる。そして豊かさを奏で続けているから、ありがとう宇宙さん、こんなに素晴らしい地球を私に与えてくださってありがとう、命を与えてくださってありがとう、この状態になるからこそ、ずーっとここから奥を受け取り続けることができるんですよということです。それでは Have an amazing Saturday. Love you. Bye.